さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様いつも通りお元気でしょうか。私たちは元気です。はい、元気です。元気ですか。元気ですか。はい、いいですね、こういう会話ができるといいですね。元気ですか。お互い確かめ合って、はい、本当にね、この年になってくると ねでもミシェルさんは今から起業家になるかもしれないですよね。起業家に、やる気ありますよ、ね、もし起業家になって何か商品をプロデュースできるっていう風になったらどういう方法で広めていきますか。あ、じゃあ選手をプロデュースだとか商品をプロデュース、やっぱりメディアに扱ってもらうかな。そうです、ね、出していくかなっていうこと、広く知ってもらうのは大切ですもんね。媒体もうね、本でも何でもね、そういうのにも扱ってもらえるという、やっぱりそういう風に知ってもらわなきゃいけないよね。ねえ、ここからギラギラの商売人になるかもしれません。そんなミシェルさんにおすすめしたい、メディアとのマッチングサービスを行うこんな企業様をご紹介します。企業が世間に認知を広げるため、報道機関、マスコミといった媒体向けに告知する PR という広報的手法がある。メディアは企業からのこの情報をもとにテレビ、新聞、雑誌等に取り上げ、一般消費者に対し広く情報発信する。そんな時代にネタを探している報道関係者と認知を広げたい企業をつなぐ新たなサービスを展開する男がここにいる。株式会社ネタ元代表取締役社長本村敦夢。オンリーワンのビジネスを展開し、企業や団体と報道関係者の情報マッチングサイトを運営する株式会社ネタ元では、日々世間の流行を作り出すマスメディアと様々な企業を引き合わせ、その双方の出会いの先に新たな流行やブームを作り出し続けている。今回は本村敦夢をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめにネタ元様の業務内容を教えてください。はい、私どもの会社はですね、広告ではなくて、PR をやっております。まあ、広告は、当たり前ですけど、こう新聞雑誌、こうテレビだとかに、お金を払って、広告を打っていくと。で PR ってパブリックリレーションズの略なんですよね。で、基本的には、企業団体にはいろんなこう利害関係者がいて、その利害関係者とこう双方向コミュニケーションを図って合意形成するという、これがPR の考え方で、広告はアドバタイジングで PR はパブリックリレーションの略なんで、はい、そもそも全然、意味が違うんですよね。はい、でその中でも、普通こう PR 会社さんですと、やっぱり月額80から150万で年間契約なんで1000万2000万かかるよと。で、なるほど。でそんなお金なかなかないじゃないですか。で私どもはできるだけ低価格で PR 活動をしたいということで、大体10分の1の価格なんですね。月額8万円という、だからお客さんも必然的に、大手の企業さんは3割ぐらいなんですけど、7割ぐらいは中小企業の、お客様です。インターネット上の記者クラブ、まさしくこう商品名がネタ元っていうんですけども、メディアの方だけが見れるネタ探しサイトです。で、メディアに載せたい情報を、クライアントさん側がここに公開するわけですよね。で、あとは、メディアの方から、こういう社長を探してほしい、こういうテーマで取り組んでる企業を探してほしいとか、いろんな、それリクエストって呼んでるんですけど、それがもう月にこう60本以上来るんですね。で、その情報をクライアントさんに渡すと戻ってきますから、で、そのまた情報をメディアの方に戻すと喜んでいただけるじゃないですか。で、簡単に言うとメディアに載せたい企業さんと情報を効率的に取りたい情報のマッチングサイトっていう、いうサイトを運営してます。で、あとはですね、中小企業さんがうち7割なんで、当然ですけど広報部がない、広報の専属担当者がいないっていう企業さんがもうほとんどなんですね。で、うちで言うと、いわゆる広報のノウハウを学んでいただく勉強会、
あと直接メディアの方の話を聞いていただくセミナーだとか、あの兼務でうち その勉強会とかセミナーに送り込んでいただくと、ある程度 PR の力がつきますよという、そういう広報支援プログラムを行わさせていただいております。ここで本村になぜ PR 活動が必要とされているのか、その重要性について改めて聞いてみた。そもそもなんですけれども、はい、PR 活動ってなんで必要なんですか？そうですね、実際に言い方変えると、広告はお金かかるじゃないですか、はい、でまたその予算をかけずにメディア露出っていう言い方もできると思うんですね、うん、PR 活動っていうのは、うん、実際にメディアの方に情報を渡して、うん、メディアの方が興味を持ったら、番組で取り上げられるだとか、新聞雑誌で記事にするだとかってい こう第三者の方が、その企業のことを取り上げてもらえるんで、やっぱ信頼性が非常に高いと思うんですね。で先ほど私どものお客さん、こう中小企業が多いっていう話なんですけど、そもそもそんな広告なんか、やる予算がないわけですよね。で実際にこうメディアにこう取り上げられると、特にメディアっていうね、方がこう取り上げてもらうと信用力つくじゃないですか。だからつまりその経営の要するに信用信頼になって、経営のやっぱエビデンスになると思うんですね。で実際に私どもの会社のミッションというのが、全ての人に PR をという、でただその中でも特に私は経営の中に PR をということを強くもう普段から言ってるんですね。で今言ったように PR を、はい、を取り入れた方が、簡単に言うとお金を生むことができますよと、まあ、具体的にどういうことかっていうと、自分たちが、の商材をより多くの人に知ってもらうことができるし、あとは今言ったようにこう信用信頼信用力っていうのもつきますし、あとは今本当に人が、採用が取れないですよね、中途も新卒も。で実際にそういう会社が取り上げられた、あと社長が取り上げられた、あとこういう社員を探してほしいという、こんなリクエストも多いんですね。で社員の方がメディアに出る、そうすると社内が盛り上がりますよね。であとはやっぱり採用に非常にこうプラスになるということで、そういった視点からも非常にお金になるんじゃないかなという、だからまあ経営に PR を取り入れた方がいいんじゃないかという、こういう考え方を常日頃から言ってるんですけど。さらに PR 活動に手が回らない企業のために、ネタ元ではあるサービスも行っていた。その事業についても詳しく話を聞いてみた。忙しい企業さんですと PR を任せるということ自体がなかなか難しいハードルだったりするんじゃないですか？そうですね、実際に私どもの今私がご説明した商材っていうのは使っていただかないと全く意味がないんですね。でやっぱり通常業務があるんで、プレスリリースを書かない、あとリクエストも戻さない、勉強会にも参加なかなかできないっていう企業さんもやっぱりいらっしゃるのは事実です。でそれでそういったお客さん向けにですね、新しいサービスを、今展開しておりまして、それどういうものかというと、私どもの会社の中で全て代行しますよというサービスです。はい、で具体的にどういうことかというと、その企業さんに月に2回訪問させていただいて、社長だとかご担当者から徹底的にヒアリングさせていただくんですね。御社のその事業内容、あと競合だとか今後のいわゆるこう経営戦略っていう、でそれをお聞きして、メディアの方が興味を持っていただくような、ことを考えて、簡単に言うとネタ探しをさせていただくんです。なるほど。で、メディア系する、ことを考えて、実際に私どもがプレスリリースを毎月、書いていきます。で、あとプレスリリースをその公開をネタ元にします。であとはそのメディアの方からいろんなリクエストが来るんで、そのリクエストのマッチングをさせていただく、あと場合によってはうちがメディアの、全部窓口をさせていただくっていう、簡単に言うとこういう、内容も今行っております。で現状今そちらのお客さんが大体約100社ぐらい、ご利用していただいてます。でただし、料金は8万円ではないです。8万円プラス、月額30万いただいてます。ただ30万というのはこれ PR 費というよりも人件費ですね。なかなかPR の、分かっている方は採用中小企業さんではできないし、
そういう使い方をしている企業さんというのもございます。ここで実際にネタ元が行ったという画期的な PR 活動を紹介してもらうことに。その具体的な例でいうと、面白い事例でいうと、システムエンジニア派遣している会社さんで、秋の運動会ネタでですね、システムエンジニアの運動会っていうのを企画したんですね。はい、で想像はつかないけど、はい、でただそれだけじゃ別にメディアの方は、飛びつかないですよね。その中でやっぱメディアの方が興味持っていただけるような競技種目を考えて、要するに壊れたサーバーをどこまで投げれるかっていうサーバー投げというコンテンツ、競技種目を考えたんですね。でシステムエンジニアの運動会、競技種目ね、壊れたサーバーをどこまで投げれるかっていう、そういうプレスリリースをうちのサイトに出しましたら、秋の運動会ネタを探しているメディアの方には止まって、やっぱりいろんなメディアに、出てですね、最終的にヤフートピックスにも出たんですよね。でこの年、今まで3人から5人しか採用できなかった企業さんが、15名採用できました。はあ。でこれ2014年なんですけど、15年16年17年も同じネタで結構やって、やっぱり採用にプラスになってるっていう一つの事例です。いろんな戦略があるね、その PR にはね、飛びつきたくなるような話題がたくさん、きっとまた新たにやりたいことや展望も終わりなんだろうなと思います。そうですね、このネタ元、やっぱり一番目指しているのはですね、やっぱメディアの方にとってみると、なんか情報を探すとき、ネタ元は一度は見に来てもらうっていうことを目指しています。あとはやっぱり実際にやってて、僕社会的意義がある仕事だと思ってて、地方創生ということをどこの、政権も言いますけども、人口を増やしたい、観光客を増やしたい、地元のものをこう売っていきたいっていう、そういう視点はどこの市町村もありますんで、だそういった点からも今やってることっていうのは、少しはお役に立てるんじゃないかなというふうに思ってやってますけども。既存の方法にとらわれず、次の世代を開拓する本村敦夢、そんな男が胸に刻んだ格言とは。そうですね、僕前、これ高校生の時からなんですけど、僕好きな言葉はですね、天は自ら、ね、助くっていう、非常にその言葉は好きでですね、非常にね、要するに自分の努力っていうのはやっぱり結果が伴いますよということで、その言葉っていうのは非常に大好きな言葉ですね。はい、ありがとうございます。素晴らしいねお話、先々に生きていく我々のね、そういう考えが生まれるお話を今日伺うことができました。ありがとうございました。ありがとうございました。